どうだ？ちゃんと休めたか？それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑下しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころか、ウリンにいるような気分だ。私は、ウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんな、ゆっくり休めたみたいね。さあ、北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろん、イディアさんも含まれてるもの。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか？逃げちゃダメだ、イディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか？はあ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。せよミオラさん、遅い。ついてこいなんて言ってないよ。天
へと前へ。ついてこいなんて言ってないよ。属性を見下ろさん。あら、やっと誰かが来てくれたみたい。待たせてごめん、メイモムさん。イディアさんも連れてきたよ。ありがとう、コレイさん。もう、イディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で、一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でも、こんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。今ここで泣いてやりますからね。そんな。はいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は？こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。遅い、風よ。